プロトスクスは中世代の前期ジュラキの北アメリカ大陸及びゴンドワナ大陸に生息していたハラワニア木に属す原始的なワニカたちウワメの属。化石は北アメリカ南アフリカ共和国及び南極大陸から発見されている。本種は原生のワニ類に通じる形質を明確な形で示す。ゆえに、 原生的なワニに通じる、ワニ類として、基地で最古のワニとされている。ただし、始まりであるだけに、原生ワニ類とは異なる形質を数多く有しても、いる。俗名はギリシア語のプロと、最初のと、サチャス、ワニからなる語で、最初のワニの意味を持つ。プロトスクスは化石ハンターとしても有名なアメリカの、古生物学者、バーナム・ブラウンによって1930年代に、記載された。 記載に用いられた標本は、ナバホインディアンがそれ以前に採取していたものと後に、採取された部分的な骨格6点を合わせたものだった。1951年になってより良い化石がコルバート、ラによって詳細に研究されている。体長約1メートル、推定体重約40キログラム。本種は、彼らに先立って三上期中期に登場していた、最も古いワニガタ類である。 スフェノスクスアモクとは異なり、その頭部の形態に、ワニメの特徴を一層色濃く示すものである。原生ワニ類のそれに比べれば、全体的に小さくて短く、横幅が広く、分部が細く、顎もまた小ぶりではあるが、平たい頭頂部、小さくなった上側頭窓、消失した前眼下窓、などのワニとしての特徴をすでに備えている。その一方で、 水中に潜む時噴部から突出した尾光と目だけを水面から覗かせる潜伏の体勢が取れる原生は二類に対して目が頭部側面についているプロトスクスでは不可能でありこの点で彼らは陸上動物としての特徴を強く持っていたまた獅子は胴体の外側に伸ばすのではなく真下に向けてついているすなわち 彼らは陸上でのほとんどすべての時間を腹ばいで過ごす、原生ワニ類とは違い、銅を常に高く掲げて、軽快に歩行できたと考えられる。前肢は講子に対して短いが、講子が長いのは二足歩行の先祖に由来すると考えられている。肢肢そのものは、原生ワニ類に比べて、非常に長く、体幹を高い位置に持ち上げていた。これらの特徴から、 本種は活発な陸上捕食者であったとされている。原生は二類が特徴とする水中での推進力を生み出すことのできる長く力強いをも彼らの進化段階ですでに整いつつあった。また、背中には広範囲に鱗ろ板による装甲がなされていた。化石は当時北半球の中緯度、低緯度地域であった北アメリカと南半球の中緯度、 高糸地域であった南アフリカ共和国及び南極地方から発見されている。当時の南アフリカ、南極は同一地域といっても差し支えのない隣接した地域であったが北アメリカとは距離的な隔たりが大きい。とはいえ、双方は地続きの巨大な大陸の一部であった。ありがとうございます。